はい、こんにちは。日本改革党楠澤です。匿名様、和子様、お手紙いただきました。ありがとうございます。安石様、光光様、ムーさん様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。台湾東部で震度6、でかいですね。 M マグニチュード 7.2 の地震発生、大きく傾いたビルの映像も、ご家族が台湾に住んでらっしゃるっていう知人がおりまして、ご無事を願っております。日本政府は迅速に救助隊でも何でもいいから派遣しろと、募金したい方は実質台湾大使館である日本台湾交流協会がよろしいかと思います。日本は台湾を中国とのややこしい約束で国家承認してないんで、大使館じゃなくて、交流協会というものが置かれて実質大使館やっております。赤い羽募金やアグネスの日本ユニセフはダメです。あとこういうのに駆けつけて、かこつけて共産党がですね、募金集めようとしますけれども、騙されないでください。共産党に募金した現金は台湾には行きません。共産党が好き放題使っております。与那国島震度4、30センチの津波。石垣島震度3、20センチの津波。宮古島震度3、30センチの津波などの被害が出たみたいであります。津波警報は現在すべて解除されている模様なんですけれども、皆様大事なかったでしょうか。こちらの方もですね、ご無事を願っております。河野太郎、大林美香の起用は問題ない。大臣記者会見で答弁。再エネ有識者会議への大林美香の起用は問題ない、言い切りました。世論です。問題でしかないんですけど、それを決めるのは有権者。これが問題でないと言い切る河野が大問題。この認識が大問題。問題ないのに美香さんさっと辞めてる。で、河野はいつ辞職すんの。河野にとっては問題なくても日本にとっては問題あると、中国企業の資料コピーが問題ないと考える日本の政治家、与野党マスゴミ共にだんまり、問題を問題と認識できない問題があるのでは、だから毎回お前が指名してまで起用する理由は何だって聞かれてんだろ。本名国籍不明でも問題ない、問題ないならなぜ大林は速攻で有識者メンバーを辞任したのか、なぜ立憲民主党は速攻で大林と幹事長の対談記事を削除したのか、大林は河野が指名し任命したから問題ありってすれば任命責任問われるから問題ないないって言い張ってるんだろうけど苦しいですね。刑事裁判じゃなくて政治なんだから問題の有無を審判するのは我々有権者ですよね。裁かれる側の河野がですね、問題ないって言えることでは全然ないですよ。お門違い。窃盗犯がですね、裁判官に盗んだが問題ないって答えたら、多分反省してないって心証を害してですね、量刑は重くなりますね。1年ぐらいのとこだけど2年、反省してねえから、このバカだから自分から罪を重くしてんですよね。次の選挙でどのぐらい票を減らすか見ものであります。神奈川15区の有権者の皆さん、よろしくお願いいたします。定期的に個人情報が漏洩し、先日は52万件の漏洩があった。 LINE ヤフーに政府ぶち切れ、ええ加減にせよ。 LINE ヤフー、韓国企業との資本提携を見直すと発表。世論です。流出じゃなくて9000万人の最新情報が毎日抜かれている。文春とかマスゴミ、そっからネタ買ってそうだな。 LINE を基幹インフラなんて言ってる時点で経済安保だなんてただの言葉遊び。 LINE で国会もやれとか言ってたんでしょ河野太郎。 LINE もソフバンで、自然エネルギー財団もソフバン、全部つながってる。省庁内のやり取りも LINE でやってたからダダ漏れ。そうなるように誘導してきたのが河野デジタル大臣。孫正義は徹頭徹尾、日本のマイナスになること以外やらないぞ。マイナンバーカードをスマホに入れて、スマホには LINE が入っている。これを推進している河野太郎、本当にやばい。河野太郎とソフトバンク周辺を早く暴けよ。危機感なさすぎ。そっか、観光庁や地方行政に LINE を押し付けたのはソフトバンクとつるんでる、河野太郎だったのか。大林美香が事務局長を務める自然エネルギー財団は孫正義が設立し、今でもスポンサーやってますしね。ソフトバンクが全部つながってるみたいですね。孫正義、ソフトバンク、自然エネ財団、大林美香、河野太郎、 LINE、 LINE ヤフーっつって
同じ会社になっちゃったもんね。なので韓国企業と資本提携を解消したところで、ヤフーとくっついてる限りは情報ダダ漏れって考えた方が良さそうですね。 LINE ヤフーであるうちはヤフーに情報漏れんだから、つまりは北朝鮮とか中国とか韓国に情報漏れてると考えても考えた方が良さそう。私は使ってないんですけれども、皆様も LINE の使用にはご注意くださいね。ベッキーとゲスの不倫 LINE が漏れたのは大元のサーバーからじゃないかって疑っております。私、議員や官僚は特にですね、浮気や横領や賄賂など知られたらまずいことに LINE 使わないよ、脅迫のネタにされるからね。いや別にね、LINE 使わなければいいって言ってるもんじゃ言ってるわけじゃないですよ。浮気とか横領とか賄賂 LINE 使わないでやれって言ってるわけじゃないですよ。やんないのが一番いいですからね。小売業、畜産業、製造業の知性は高くない、職業差別発言の川勝静岡県知事が辞職表明、6月議会終了後ということはボーナスゲッツしてから辞めるんだって。ただしですね、今喋ってるの3時なんですけれども、3時半から川勝が記者会見やるそうで、ここでですね辞めるの辞めたっていう可能性は若干あります。世論です。6月と言わず今すぐ辞めろ、その場限りの嘘で絶対辞めない、責任取ってボーナス返上しません。全文読んでも職業差別発言でしかなかった。こいつは口先ばっかりだから実際に辞めるまで安心できない。この人は差別の自覚もないんだろうな。コシヒカリ発言で給与とボーナス返上を明言したのに返上しなくて議会で大騒動になった大嘘つきだぞこいつは。今回の差別発言だけじゃなくて今までもこんなことを言ってました。13年9月、教師の授業が最低だ。19年12月、県議会にはヤクザもいる、ゴロツキもいる。20年10月、菅首相の教養のレベルが露見した。学問をされた方ではない、これ学術会議任命拒否を批判して、21年6月、顔の綺麗な子は賢いことを言わないと綺麗に見えない。これ全然意味がわかんない。21年10月、あちらには腰ひかししかない、飯だけ食ってそれで農業だと思ってる、これ対立候補の地盤が御殿場市で御殿場市の悪口言った、23年7月、今度間違えるようなことをして人様に迷惑がかけた場合は辞職する、24年3月、岩田というところは文化が高い、浜松よりもともと高かった、浜松をバカにしてますねこれね。で辞めないと、確実に頭おかしいですねこの人ね。職業差別発言についてはですね、読売の切り取り報道で真意は違うとか苦しい言い訳、してましたけれども、いや確かに絶対言ってました、全部見ても確かに差別発言しておりました。ここでもですね、過失を認めて謝ったら死ぬつパヨの病が炸裂ですね。静岡県庁に差別発言の苦情が430件寄せられたみたいであります。そのぐらいの苦情がいけば知事を取り替えられるのかな、パヨ知事に苦しめられてる埼玉県と愛知県の皆さんいかがでしょうか。不愉快な思いをされたとすれば申し訳ない。不愉快な思いするって思って願ったんだよね。思ってなかった。そう判断した理由は何なんだと。日頃からですね、小売、畜産、製造を見下してたから判断つかなかったんですね。こんなこと言っちゃまずいって事前の判断もつかなかった。だから不愉快な思いをされたとすればなんて寝ぼけたこと言ってるんですよね。何様なんだか知らないが、生まれながらのナチュラル差別主義者ですねこいつね。コシヒカリ発言で炎上し給与とボーナス返上を明言しといて保護にしてたとは知りませんでした。この嘘つきぶりはですね、何かの病気、疑うレベルです。虚言癖って言いましたっけ、年がら年中嘘ついてる病気のことね。まあちょっと異常者ですよねこの人ね。徹底的にヘリクツナンクスでリニア開通を妨害していた川勝知事辞任表明で、JR 東海株が急騰、一瞬で1割以上上がりました世論です。これも JR が川勝を業務妨害で訴えていいレベル。みんなこいつ嫌ってたんだな。やっぱ JR にとって良かったのだな。川勝がリニア建設をストップさせていたのは明確な事実。株価は正直、世界初のリニア開通はどう考えても国益で、それ妨害したのは明白なんだから、 JR だけじゃなくてですね、国民なら誰でも川勝訴えていいレベルなんではないか。
あ、国益を損ねてんだから国民が損してるってことじゃん。あとこいつを支持してた静岡連合っていう名のオール左翼の静岡県議どもも訴えていいんじゃないだろうか。オール沖縄と似た構図なんですけれども、パヨの思考に多様性ないですね。その他のニュース、主要な裏金議員に下す自民党の処罰が大体決定。世耕弘成塩谷龍に離党勧告。これが一番重いらしい。下村博文、西村康稔、高木剛に1年間の党員資格停止、自民党員って名乗っちゃダメ。萩生田光一に党の役職停止。この強弱はなんでついたんだかわかんないですけども、萩生田さん以外ですね、党員じゃなくなるから無所属立候補で当選後に復党っていういつものパターンでしょうね。にしてもですね、安倍総理が裏金禁止って言った3ヶ月後に暗殺されたんだから、おっかない、闇が深いって思いません、これ。岸田派で3000万円の不記載裏金脱税があったにもかかわらず、岸田総理に処分だし、岸田派の3000万はどうなった？党内で不満高まる。岸田派からは逮捕者出てるし、長として何らかの責任取られないとダメなんじゃないの、これ。派閥の長として。他派閥の議員は処罰するわけだし、これは党内で不満渦巻く予想でワクワクしちゃいますね。こんなね、こうしたら他人はどう思うかに鈍感な男ですね。他人の気持ちがわかんないっていうかさ、なんかぽーっとしてるっていうかさ、9月の総裁選に再出馬は無理でしょうね。つーかね、そういう人は政治家に致命的に向いてないから、議員も辞めたら。こう言ったら人はどう思うっていうのが予想できない人は、議員に致命的に向いてないから、もう辞めたら。自民党が衆院補選、東京15区に、都派から出馬する乙武候補を推薦することについて、公明党、石井幹事長、過去に女性問題があった候補を、我が党として大手を振って応援できるのかと。絶倫不倫スキャンダルに学会婦人部が忌避感を示したのか文句言ったのか、現場の反応としては非常に厳しいとも言っておりました。現在参議の須藤元気、議員辞職して15区立候補を表明。こいつは山本太郎支持者なんで、令和っつうか中核派が後ろにつくんでしょうか。とにかく須藤は元立憲ですから論外です。乙武も夫婦別姓をし同性婚をし移民推進改憲反対の中身共産党なんで論外ですからね。15区江東区の有権者さん、よーく考えて投票してください。よろしくお願いします。パヨール石井さん、左翼が暴力を振るった具体例を出せと反乱し、瞬時に山のような具体例が集まってしまう。左翼といえば論より大声嫌がらせ、最後は暴力じゃないですか。そんなのは決まりきったことじゃないですか。その他にもですね、左翼といえば、脊髄反射で、口答え、闘争しながら勝ち宣言、嘘とデマを用いて体制破壊、自分は正しいと無根拠に断言する低知性などが特徴ですね。この人はバカなせいで、鹿児島ラサール校随分迷惑してないか。学校だけじゃなくてですね、卒業生もラサール卒業ですって言いにくくなってんじゃないかと心配しております。ドイツ最大のスーパーメトロが中国撤退を決めました。一気に100店舗を閉店の豪快さ。とうとう損切りせざるを得なくなったんですかね。バスに乗り遅れるなっつって情弱経営者おじいちゃんたちに中国進出を煽ってた日経新聞、これどうすんのかな。人間の脳には250兆のシナプスがあり、ハードディスクとしては30兆バイト、30テラバイトの容量があるという論文が発表されました。私の脳は100メガバイトぐらいしか、いやそれすらあるかどうかわかんないですけど、どういうことなんだろう。人間の脳にはって方だから、私の脳も30テラバイト容量があるはずなんですけど、キアヌ・リーブス主演の JM っていう映画ありましたね。たけしとか出てたやつ。あれ、人間の脳にこう、インストールして、情報運ぶってやつ。ありましたね。本当にそんなにあるんだろうか。私の脳みそ、私の記憶、100メガバイトも怪しいよ。だって。何100メガバイトって。1キロバイトが500文字でしょ。
それの1000倍が1メガでしょう。500文字の1000倍ってそんなに覚え、1キロバイトぐらいしかないかもしれない、俺、私のあの脳みその容量ね。ちょっとおかしいなこの論文な、おかしいんじゃないか。というわけでメール党員さんとチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。